Let's take a look at what happened there. Yeah, I think he just can't get it to stop. Oh, and the rear grips and throws him over the top. Not the worst my side, but that will have knocked the wind out of his sails. So Kengo, a lot of work to do. パッパギー健吾です。はい、ということで、やってまいりましたアジア選手権インドネシアラウンドでございます。ちょっとね、素材の関係でおそらく、土日の動画が1本になってんじゃないかなと思うんですけれども、今回の動画、大波乱のこけまくった予選に何もできなかったレース1、そしてこれから始まるレース2、その内容が盛られてると思います。俺もこれパソコンの前に座ってみるのがちょっと怖い。いつもだったらね、絶叫だったり公式さんだったり、カメラ回してくれてるんですけど、なかなかね、そういうわけにもいかないので、回せるとき回したいなと思ってるんですけど、マジでレース始まるとできない。ちょっと厳しいではありますが、この感じで内容的には盛りだくさん、素材的には枯渇。それでは今日のレース2参りましょう。レッツゴー。大人気だ、大人気だヤマハレーシングインドネシア、素晴らしい。これ入る隙間ねえ。
いか、ちょっと学べるところはあった。はい、ということで今回の動画を見ていただきありがとうございました。まあまあまあ非常にね難しいレースにはなっちゃいましたけど、なんとかねレース2はレースっぽいレースができたんで良かったんですけど、でもね結果的にやっぱ悔しいですね。クロスをね取って一旦前出たんですけど、そこでハイサイドしちゃって加速できないで後ろにも抜かれちゃってしまうと、タイヤの癖だったり、まあ、モテギみたいなレースをしちゃうとね、今回みたいなタイヤの使い方っていうのがね、まあなかなか難しいところもありつつ、でもすごい勉強になりました。チームの皆さん、そして応援いただいている皆さん、本当にありがとうございました。このね見慣れない青の感じでもね、本当にいい経験させてもらえた。本当にね楽しかったです、このウィーク。本当うまくいかないことばっかりでしたけど、で、まあ、自分のね望んでるような結果では終われなかったですけど、今後の活動にもつながるようなそんな大会になったなと、本当に刺激的でした。本当にありがとうございます。ということで今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画楽しみだよとか、今回マンダリカラウンド、まあ、インドネシアラウンドお疲れちゃんという方はぜひチャンネル登録高評価、そして全日本後半戦に向けてファンクラブぜひ加入して応援してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。通るやん、もう通ってる。